はい、どうも皆さんこんにちは、ゆあです。イエイ、始まりました。よろしくお願いします。はい、今日の企画はですね、まあ私もうちょっとで彼ピッピと5ヶ月ということで、相手のことをどれだけ知ってるのかチェックしてみようの企画となっております。じゃあ今日はですね、ちょっといろいろ質問してもらって、それにゆあがどんだけ答えれるかっていう検証なので、どんどん質問していってもらいたいと思います。それではレッツゴー。はい、1つ目、どこが好き。これ1個ですもんね。そうですね、1個迷うな。優しく心配してくれるところ、これリアルガチの話。もし亡くなってしまったら、まあ、生き返ってほしいのはもちろんやけど、まあ、そんなん無理だから、お葬式に行く、お通夜に行く。それはですね、今日好きになりましたの旅で好きになりました。意外とこれ何回か言ったことあると思うねんけど、ないよいなっていうのが第一印象です。からピッピが携帯と iPad を持ってて、でその iPad の方のホーム画面がユアにしてくれとって、でなんかそれをわざわざ報告してきてくれたんですよ。やっぱ俺は女の子が多い学校やから、やっぱこれをユアにしてみたいな、安心してもらえるかなと思ってしたみたいなのが、うえいって思いました。バカすぎてたまに会話にならないところです。ユアのわがまま全部聞いて、お互いが助け合って支え合えるような関係ですかね。お城みたいなところでてんてんててんをやる。めっちゃ幸せ。それはずっと幸せなんじゃないですか。なんでも食いしん坊だからな。一つってむずいな。なんか一つ聞いたことないかもしれへん。わからん。一つわからん。なんか何でも食べてるイメージ。ライフの服聞いたことない。町地元地元ちょっとかか知らへん。何好きな季節なんなん。わからんパスパスパス。なんかあれ、ドラゴンボールみたいみたいな言ってた。ワンピースやったっけ。ワンピースかな。ドラゴンボールかワンピースを見たいって言ってたので、そのどっちかだと信じる。なんなの。でもよく洋楽聞いてますね。バスケかサッカー。寝る前だそう。なんか そんな感じがする。ライオンか犬か、まあそこらへんかな。の嫌いな食べ物は。待って忘れちゃった。なんか無理って言ってた。確かに。待って思い出せない。ちょ、思い出したら言います。ないと思う。なんかこううざい系じゃない多分。嫌いな人とかね聞かないね。めっちゃ偏見だけど、嫌いそうな音楽はなんかユアが好きそうな、なんかミュージカルとか、なんかこう感情入っちゃうような歌とかあんまり聞いてないから、あんまり好きじゃないのかなと思います。縛ってピタッみたいなのは嫌そうかな。分からん。やばいな、全然やばい。全然知ってないやん。ぐじぐじ言われるところじゃない多分。これはこうでしょとか言われたら多分嫌そう。絶対あんま人と喋ることは苦手そうですね。ゴキブリとか言ってくる。みんな嫌いそうだし、ゴキブリね。行ってみたい旅行先はちょっともう一回ね、沖縄の方に行きたいなって思います。甘いもの、果物とかパフェとか、スカイダイビングをしてみたいです。絶対反対されるけど恋愛映画で。でも一回空庭温泉行ったので、まあ、地元の銭湯で行こう。空中ブランコ、日の出。今は平井大さんやけど、ちょ、マイト君も無理やり連れて行きます。平井大さんで。鹿児島、いねえよ。触ってみたいって。いねえよ。おー、じゃあ牛のこう乳搾りしたい。ユニバ、あーディズニーも、あーどっちだろう、どっちも。一番最初にちゃんと行ったデートはユニバじゃなくてディズニーですね。覚
覚えてなくもない。だ覚えてるっていうか全部暗記はしてないけど、なんとなく言われた言葉は覚えてます。沖縄とか、コロナが落ち着いたら海外にも行ってみたいし、大阪じゃなくて鹿児島の地元も紹介したいなって思います。ない、全部お気に入りですね。でもやっぱ一番最初に行ったディズニー、制服ディズニーとかはユアの夢であったので嬉しかったですね。やっぱユニバも嬉しかったし、もう全部が思い出です。むずいな、めっちゃ気合い入れてた。京都に行った時に着物を着たんですけど、その時はマジで気合い入れてなかったです。髪の毛ボサボサで、まあ、化粧はしたんですけど、まあ、向こうで着替えて髪セットもしてくれるってなってたので、マジでその日だけはマジで気合い入れてなかった。でもあとは気合い入れるっていうか、まあ、いつも通りに行きますね。ないかな、別にな、失敗とかな。ロマンチックなお店でなんかお肉とか、なんかめっちゃ変わった料理を食べたやつとか、あとなんかね、梅田の中にあるめっちゃ高級なお肉屋さんに行ったやつが美味しかったですね。なんかサッカーって言った気がするの、サッカーだった気がする。はい、そんなの知らないわ、めっちゃ聞かない、そんなの。180ぐらいじゃ知らない。え、待って、知らない。ユアが付き合った頃にはそんなのしてなかった。知らない、そんなの知らないわ。なんか宴会とかしてなさそうじゃない、わかんない。なんかあれだよね、友達になんか YouTube 撮らされてんだよね、数学っぽい感じがする。わからん、なんか友達とマックとか言ってた。いる。怒られたことでしょ、ない。お、嫌な答えだみんな。いやいや、これまで生きてる中で何回かマジとので喧嘩して、マジでママを蹴ったこともあるし、めっちゃいろんな喧嘩をしてきて覚えてないんですけど、最近喧嘩して家出をしたこともあるんです。だからたくさんありすぎて、何の原因も原点が分かんなくなっちゃってんの。こう喧嘩しちゃって、もうバン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 って言って、結局なんで喧嘩したっけみたいなのが多いから。でも、ま、あのママとかとよく喧嘩はします。でもその代わりめっちゃ仲いいです。ありますよ、そりゃ。いや、昔の顔見たことあります？マジで。あれでも黒歴史ですけど、あれはあれで、まあ、今は今なんで、まあいいかな、みたいな。でも一応黒歴史っちゃ黒歴史ですよね、多分。お化けです。わからん。パス。ないですね。多分ないと思います。あ、なんか、お仕事でのこう秘密事情とかはあるけど、家族とか友達とかのやつは全部話してます。悪いこと？まあ、あれですか？親の言うことを聞かなかったことですか？え、でも聞いて、これは聞いてほしい、本当に。あの、自分の意見って大事だと思うんですよ。だから、なんか、なんでもママ、パパに、うんうん、みたいな。聞いてたら聞いてるだけ、ちょっとストレスが溜まっちゃうので、要はこう思ってるって、こうでしょみたいなのを言っちゃうから、まあ、喧嘩になっちゃう。まあ、それが、ちょっと悪いとこでもあり、今、いいとこなのかな、みたいな。ない。ある。めっちゃ喜んで、あります。私、女です。マジで好きな人と付き合ってたらマジ1個しか渡さないんですよ。いや、女の子にもあげないし、その本命だけしかあげないんですけど、あのやっぱ彼氏がいない時はみんなで友チョコとかするから、その時はまあ20個ぐらい作ってる時もありましたね、みたいな感じで。以上です。知らないこともたくさんあったんですけど、まあ、答えれるところもあったかなって思います。まあ、私これでね5ヶ月経ったということで、あんまり実感はないんですけど、あっという間だなって感じですね。あの、まあ、これからも皆さんぜひ私たちカップルを応援していただけたら嬉しいです。まあ、カップルとしてもだし、いわ一人としても、あの、応援してくださると本当に嬉しいです。幸せです。はい、ということで、この動画がいいな、素敵と思った方はチャンネル登録、コメント、高評価もお待ちしております。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ、バイバイチャンネルー。